さあ、皆さん、こんにちは。のっつおでございます。ということで、今回もホッコライフやっていきたいと思います。前回ね、いろいろとありました。前回もいろいろありましたね。なんか、この上の方になんか山があって、山に橋かけたりとかね、いろいろとやったわけなんですけども、今回はやっていくのは、その山の奥にある鉱山に行ったりとか、あとは、この、オリアンダからの要望をですね、答えていこうかなというふうに思います。あとは、漁師のデリス、なんかそういうやつが現れて、そいつからなんか学べんのかな、よくわかんないけど、まあ、そいつのとこ行こうかなというふうに思います。とりあえず、オリアンダに会おうか。オリアンダいないね。ちなみになんだけど、一つぐらいこれなくしてもいいんちゃうか。いや、でも、かわいそうか。なんだろう、鹿かな。福屋のローラス。ダーリン、ここってチャーミングな村ね。とっても心が落ち着く。くっそ田舎よね。それはそうとあんた。そのお召し物はちょっと独創的が皆無じゃない。なんだこいつ、なんかおっさんかと思ったから、お姉なのか。つまりね、あんたの格好ちっとも胸に刺さらないものがないのよ。頭から、爪の先までどこかで見たような感じ。ここの土地にはまともなファッションのお店ってないのかしら。わかったわ。私がお店を出してあげる。この眠たいど田舎にカツを入れてあげるわ。どうかしら。返事はわかってるわ、ダーリン。あなたのために一肌脱いであげる。特別サービスなのよ、あなた。私が本気出したらどうなるか。村中が思い知るわ。ありがとうなのかな。いや、戸惑うよね。なんだこんないきなりバカにしてきやがって。ジンギスカンにして食うぞ。すぐにうちのスタッフに声かけるわ。明日には建築に取り掛からせるから何にも心配いらないわ。2日3日で済むかしら。じゃああなたは大船に乗った気でいてね。福屋のローラス。まあ、仕立て屋ってことか。のつおよく来てくれました。何もないよ。ああ、いた。超なんか埋まってるって。ああ、のつお。あまり忙しそうには見えんな。なら手伝う時間ぐらいあるだろう。もちろん。よろしい。あんたはそこそこ信用できるからな。他の奴らとは違って。まあいい。本題に入ろう。なんか人間不信起きてる。あんた、壊れた椅子の修理をやってくれんか。足が一本壊れちまったのさ。最近のはデザインばかり凝ってるが、頑丈さが足りんな。というわけで、大工のサリーさんのとこに持って行って、どうしたもんか相談してほしいのさ。そうかそうか、ノッツォ。見込んだ通りだな。ふふふ、待ってますけど。あんた、どっからこれ。どうすんのこれ。まあいいや。てか、座ったね。この人が用意してくれっていう椅子をね、二人掛けの椅子なんだけど、一人なんだよね。ああ、なんとかなった。おもろいな、こいつら、ほんまに。さあ、来たぞ。大工のサイさんに。会えて嬉しいな、ノッツォ。ねえ、気になることがあるの？椅子が壊れてて。そうなんだ。かわいそうな椅子、ボロボロになっちゃったんだね。そう簡単には直せないけど、でも。木の板を何枚か作れない？そうすれば、かわいそうなこの子を直してあげられるよ。木の板か。5枚ぐらいでいいですか。まあ、11枚あるわ。手持ち合わせたら。え？何枚か？壊れた椅子。これじゃないのか。取り書き椅子。どうすればいいのこれ。鋼鉄をクリ、あ、鋼鉄？こう、あ、これか。これあれじゃ、行かないといけないじゃん、じゃあ。鉱石取んに。おお、いた。こいつに話聞こうか。クマさんかな。あ、漁師のデリス。おお、ノッツォ。また会えて何よりだぜ。ひょっとして釣りのコツを聞きに来たんじゃねえか。違うか。そうだよ。そうだろう。なら聞くが、最近の調子はどうだ？何か釣ったか？釣り橋持ってなくて。あれ？あはははは。
そいつは悪いこと聞いちまった。ははは。予備の釣り竿は持ってないけど、作るのは難しくねえな。釣り竿のクラフトレシピなら持ってるぜ。多分、使い物になるのは自分でクラフトできるんじゃねえか。使い物になるの、ああ。そうこなくっちゃ。これこいつだ。一度クラフトした釣り竿は手にしたらいつでもどこでも釣れまくりだぜ。遠慮せずそこらの奴らに自分の作った大物を見せつけてやんな。クラフトレシピ。一応作り方を教わったから。ああ、丸太、なんか、芯の部分これ、木でできてる？木じゃねえような気がするけど、まあいいか。その辺は、気にすんなってことか。よし。さあ、作りましょう。釣り竿ね。まあ、一本でいいでしょう。オッケー、これで釣れるぞ。さあ、早速釣ってみよっか。まあ、せっかく。おー、かっこいいね。ああ、細長いのいる。アクションできないんだ。なんか、喋ってる。喋ってるけど、話したところでなんか会話聞けるわけじゃないんだよね。思ったり遠く行くな。しかも音もなんか、いいね。ちょっと難しいけどな。ちょっと待って。こいつめっちゃ泳ぎ続けるんだけど。あかん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 、釣れやん、こんなんじゃ。この辺か？おい、思ったよりも。届かねえんだけど。あ、来た。さすがに正面でしょ、これ。来いよ。ゆりや側に来てる。あ、来た。引っ込んだらだよな、多分な。来い。引っ込んだらだよね。釣んの初めてだけど。来た！何？あ、そういう、なんか、糸が切れた。ちょ、意味がわからん。なんか普通に釣れるわけじゃないのか。もう動物の森より難しいかも、釣んの。好きだね、そこね、あんたね。これ、もう、そもそもその魚の前に、釣り竿を落とすのが、このルアーなんての、落とすのが結構大変なんだよな。ちょっと釣りたいんだけどよ。よし、ここならたくさん釣れるんじゃねえか？ちょっとお目の前に置いといて。ちょっと水でええけど。カモン。来た。引っ込んで何すんの？糸切れるの、やばいんだよな。何をすればいいのかがよくわかってないけど。あ、そうか。糸が切れるから、ちょっと回復させながらってことか。その間逃げてくんじゃないの？あ、来た。よっしゃー！おたまじゃくし。おたまじゃくしこんな釣んの、難しいの。魚の種類はたくさんありそうだね。どこに投げてんねんってやつね。もう一匹だけ釣っとくか。魚で生計立てるわ。すんの楽しいけどね。下の、一番下のゲージが満タンになると糸切れるから、これを回復させながら、徐々にやっていく。で、こう出てダメだから。よし、来た。オッケー。カジカ。オタマジャクシよりもちっちゃいように見えるけど、14センチ。この、何？見た目の大きさバグってねえか。カジカ。秋を作る。なるほどな。そっか。いっぱいだからね。出るか。ちょっとこれ。出るわ。ごめん。出ちゃった。ははは。後で拾いに来るからな。ちょ、鉱山行きたいし。よし、釣りはこんなもんでいいでしょ。さあ、鉱山前来ましたよ、と。まあ、釣り橋がいるようになってくると思うから、釣り橋持って、いざ行こう。おー。未知の世界。
じゃあ、これは何？岩かな？鉱石かな？ちょっと黒く見えるけど。あ、石炭と石材だな。いいっすね。まあ、石はいると思うんで、木材同様に。壊していこう。この岩って生えてくんのかな？どうなんだ？木と違って生える気配なしだけど。ランダムで、あれすんのかな？とりあえず、鋼鉄取って、鋼鉄、金属か、取って、クラフトできるようにしたいな。鋼鉄をクラフトしないといけない。鉄か、いるのは。一枠あるから、鉄だけ取って帰りたいとこだな。まあ、岩とかは、まあ、適当にこうやってね、掘っていく。資材としてね、集めていこう。なんか、ちょっと様子が違うやつできたな。上の方にあるよ。ほらほらほら、あそこあそこ。そこの、そこもこれ、いけるかな？普通の岩とはちょっと違う感じ。なんか、鉄っぽい感じの。これこれ。あ、いける。あ、鉄だ！鉄か？あ！銅鉱石。これが鉄に必要？あ！かなり暗いな。くべとくか。あ、鉄鉱石、あ、銅鉱石。ちょっと置いとくか。4つ。かなり暗いって言ってる。どうなんだ。どうか。待てよ。クラフト、あれ。ちょ、誰に手振ってんの、お前。クラフト、なんだっけ？あ、そっか、鉄鉱石がいるもんな。鉄鉱石1個でいいのか。鋼鉄って言ってるの。暗い。暗いのどうすんのこれ。なんか赤荷みたいなのいるのか。あ、あ、ここにもあるな。あ、これはいけそう。石炭と、これさぁ、ちょっと、無理っぽいな、なんか、何かしら光がねえといけないっぽいんだよな。お、おお電球、電球でもさ、鋼鉄がいるよね。鉄鉱石持ってないしな。一応、電球買っとくか。鋼鉄1にガラス2。ガラスはどう作るんだっけ？砂の石炭か。砂は多分あれか、海に行って掘ればいいのかな？おそらく。え、待て、アンドンみたいなのあるな。待て。これでもいいのか。接着剤は？どう作るんだろうか。いろいろと作るもんがね、あるからね。いやー、接着剤というものは存在しないなぁ。いや、この電球作れるようになった紙なんだけどね。そもそもこの鉄鉱石を、取らねえといけないと、いうことなんですけども、クッションも買っとくか。レシピも買わないといけないの、なんでなんていう。さあ、掘ってみよっか。あ、てか、これ、ツルハシでいける？あ、いけるわ。あ、これが砂か。おー、面白い。こっから鉄鉱石出ない。さすがに、え、ちゃうわ。砂じゃねえな、これ。なんだこれ。砂じゃねえ、何か出てきた。知らん。これはいけないよな。砂じゃねえ、何か出てきてしまったんだが。気にすんなってことか。なんだろう、これ。そういえばね、いろいろ物ね、家に置いてきたわ。白積み？なんだろう、なんかまあ、使えるかもしれないから、持っとこうか。これで砂クラフトじゃないよね。さすがに。壊せるもんは壊しといて。うわぁ、これしか出ない。多分あれか。あ、お金。住民についてきてもらう能力がアンロック。意味がわからん。意味がわからんねんけど。あ、砂だ。来た。お、どこでも砂ある？さすが。ちなみに降ったど、あ、さすがに一回掘ったところは出ないか。
あ、毎回出るわけじゃないのか。砂。砂、何個か欲しいな。何個か欲しいで、ござる。OK。あのね、そこのくべるところにもね、10個ぐらいいるんや、砂が。貝殻と砂がね。よし。15個ぐらい集めたら、ちょっと、退散するか。よしよし。次の日にしてもいい。これで何個？あと2個。いいねー。砂掘り。よし、来た。これこれこれ。貝殻と、砂。15個か。これで、まあとりあえず砂はくべたな。もう5個いるでしょ。あと4個か。あと4個、回収して。回収。OK。これでいいかな。さあ、戻ろう。何これ。行商デリス、よう、次の釣りトーナメントがいよいよ迫ってきたぜ。開催は17春だからカレンダーに、印をつけときな。参加待ってるぜ。え？釣り大会みたいなのあるんや。なんだこの蝶。いや、天狗か。天狗なんたらかんたらってやつか。いやー、待って、電球作りたいよな。クラフト。あー、砂がもう一個いるのか。6個いるのか。ガラス2個。お。なんだこれ、鋼のツルハシ、アンロック。村への貢献。結構クラフトしたか。クラフトっていうか、まあ、掘ったって感じが。待ってな、鉄さあ、きついな、これ。銅は作れてても、鋼鉄、鉄鉱石が作れないことには、そもそもこのガラス、電球が作れないからさ、どっかにこの、鉄鉱石が眠ってるはずだと思うんだけどな。ちょっとわかんねえっていう。やっぱりね、あははは。きっと鉱山に向かわずにはいられないって思ってた。え、急に？どうだった？いいとこだった？暗くて。暗かったの？はあ、あははは。そうか、あそこはかなり暗かったよね。そうだ、ちょうどいいものがあるんだ。ちょっと来てもらえる。解決しよう。おお。時間が悪かったんかな？そうそう、私が鉱山を探しに、鉱石を探しに鉱山へ行くときは必ず、採掘ランタンをいくつか持って行ってたよ。あちこちに置いておけば辺りは明るくしてくれるんだ。これなら暗闇の中に潜んでる鉱石とかを見逃さずに済むね。お、あははは、採掘ランタン。そうそう。じゃあこれどうぞ。何？これをいくつかクラフトしておけばすぐに奥の方まで行けるようになるよ。何？あ、これか。あ、作れるやんけ。めっちゃ作れるやん。あ、でも6個しか作れない。石炭がまずそもそも少ないから、まあ、これだけ作っとくか。もう1個作っとこう。もう2個か。よし。これで行ってみよう。よし、これで鋼鉄取れるんじゃねえかな。それ期待していこうか。さあ、暗くて見えなかったところが、こいつを置くことによって、かなり暗い。どういう感じで置こうか。回転させる。ここに置くか。ああ！かなり暗いなーって出たら、またこれを置くってことか。なるほどね。わ、鉱石っぽいのあるなー。ここに置いとくか。オッケー。よし、これ掘ってみよう。ツルハシ。解禁。鉄か？うわ、鉄鉱石。いや、普通に岩だな。いや、普通だ。あ、これっぽいな。かなり暗いな。どんだけ置かねえといけないんだって話だけど。ここに置くか。よし。で、掘ってみる。おぉ、鉄っぽいの来たけどな。どうか。俺はどうか。何も見えない。
何も見えません。あー、なんかありそうな感じでできた。結構作っといてよかったな。よし、これで掘ろうか。まあもう石見つけたら掘るって感じ。いこう。鉄鉱石取れたらもう最高。今んとこ石炭とかも、石材しか取れないけど、石か。これなんだろう、なんか金っぽい。あ、鉄か。あ、来たかも。鉄鉱石。来たー、鉄鉱石来たー。これ金だろ。この通話じゃ強さが足りない。ちょっと暗すぎる。暗すぎるときにはこいつが必要と。これ置いとくか。よし。鉄来たー。そんなに鉄取れなさそうな感じだな。かなり暗い。いやー、個数作っといてよかったな、マジで。来た来た来た。何も見えない。銅も取っていこう。金も取ってく。いや、銀も取ってく。こっちにも照らさないといけないと。ちょっと置く、あれも断ってるよ、俺。なんか大体こんな感じで置いてるよね、みたいな。し。ここちょっと微妙だけどな。いや、鉄鉱石取れたらもう十分です。また、作ればいいからね。この、アンドみたいなやつは。明かりのやつは。オッケー。こっちはもう行き止まりか。ってことは、戻ればいいな。かなり暗いな。よしよしよし。明かりが。明かりがさすがだぜ。ちょっと暗すぎる。お、鉄が、あ、鉄はこっちいっぱいあるやんけ。で、これがあと一個あるんで、採掘ランタン。ここに置いとくか。よし。さあ、鉄鉱石？この奥進むためには、ちょっと足りないか。ランタンが。あ、ランタンが足りねえわ。よしよし。明かりつけた。よし、ここをくべられるから。あ、十分だ。よし、戻ろう。おお！鉄鉱石、鋼鉄も作れんな。一個作っとくか。多分一個で多分足りると思うんだよね。まあ、問題はこれだわ。作れるだけ作ってね、持っていこう。作れるだけも、作って持っていくぜ。で、鋼鉄を渡す。ねえ、例の木の板手に入れたの。木の板って何なん？最高。私思うんだけどさ、君、椅子を直す作業自分でやってみない？絶対うまくできると思うの。デザインテーブルにアクションして始めてみようよ。修繕。ああ。バックパックの中から作業するアイテムを選ぶことができるよ。バックパックアイコンを選択して続けてみよう。木の板とか言うからさ。アイテムをクラフトするだけでなく、アイテムを改造することもできるよ。カスタマイズボタンを選択して続けてみよう。ロード中、うわ。デザインツールへようこそ。ここでは自分だけの、ちょっと早すぎて読めないんですけどね。ボタンはこれ、X。このデザインに追加できる全パーツだよ。椅子の足パーツを選択してみよう。これか。アクションをして、このパーツをデザインに配置してみよう。いい感じになったね。セーブを押して、君のデザインを保存しておこう。うん。だよね。いい仕事するじゃないの、つお。君のやった仕事を椅子の持ち主もきっと満足すると思うな。ちょ、もう、俺の顔を見て話してよ。あ、いた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 。何のこっちゃかわかんない。説明受けたけど、全然説明になってなかった。何をしたのか全然わかんない。おー、これは新品同様じゃないか。期待以上の出来栄えだな。さあ、これは手間賃さ。ご苦労さんのっつお。ああ、こういう、あれであれかお金を増やしていくのか。ベニから要望があるらしい。あ、それも後回しして、鉱山行きたいわ、俺は。
鉱山の虜になっちゃった。さあ、鉱山攻略していきましょう。お先見えないから、ギリギリまで行って、いい位置に、いい位置にやりたいとこだな。こことか。よし。行けるところまで行って、アンドン置く。アンドンじゃない、ランタン置く。こういう感じかな。もう少し行けるか。よし。この辺とか。こっちも暗いけど。あ、でも、来れるね。よしよし。掘れる掘れる。十分に掘れる。なんだその上の山のやつ。強化しないと取れなさそうな。よし。無理に行けば取れるな。オッケー。まあ、こんなもんでしょ。うわ、下に降りてくやつある。これ、壊せないかな。この春通波じゃ強さが足りない。俺の限界地点ここまでか。まあでも鉄が取れることによってね、いろいろやれること増えたんで、まあとりあえずこれでよしとするか。ああ。まあ、ここ暗いか。何も見えない。ちょ、何も見えないか。移動させる少し。いやー、まあ、変わんない位置で、位置はこれなんでいい。これちょっと、またなんかあれかな、ちょっと出たら教えてくれんのかな、この通波を作りなさいよ、みたいな。あー、見て。鋼の通波。だからこれを作んないといけないんだ。鋼か銅か。銅鉱石が、6個なんで、まあ、次の日から作れるとしても、今作れるの3個だから、そうだね。そうだそうだ。鋼のツルハシを作るためには銅を、3個だよね。今3個、石炭も3個しかないから。まあ、作ろうと思ったら次の日か。これで、次の階層いけるかも。あ、ベニーさんだね。あの、そう。組み立て式の家具って作ったことあります？ひどいもんですよ。手順は多いし、ネジはなくすし、部品があらゆるところにめちゃくちゃあるんですから。本棚を作ろうとしたらなんだかぐちゃぐちゃになっちゃったんです。ああ、もう、君、こういうの得意なんですよね。本棚作るの手伝ってもらえませんかね？もちろんやるよ。これなんです。ほぼ完成してて多分、あと棚がいくつか残ってるだけなんですよ。多分これ以上ひどくはならないと思うんで、ノッツをよろしくです。あー、これね、シンプルな棚。売れば68って書いてある。お疲れ様。じゃあ、デザインツールの機能をもう少し見てみよっか。バックパックから本棚を選択して次に進もう。これね、お疲れ様。うん。棚を追加するためにカスタマイズを選択してデザインツールに入れてみよう。カメラを回転させる操作。カメラをズームモードにするのは次のボタンをホールド。あ、これか。カメラを移動させるには次のボタンをホールド。あ？このデザインに棚板を追加しようか。追加ボタンを押してパーツを選んでね。あ、これか。あ、これじゃ合ってない。ああ。そういう、ズームボタン。ちょっとちょっと引きたいんだけど。難しいな、これ。引きたいのに。あ、これか。ああ、なるほどね。超むずいじゃん、これ。いた。パーツして移動、カーソルを。ああ、なるほど。
いやー、全然違うな、これ。これ捨てたいときはどうせんや。対戦ガイド。超むずいじゃん、この機能。これじゃねえわ。これじゃね？なんかよくわからん。回転ツールを選んで。じゃあ最初に言おう。ちょっと待って。ここで君のデザインの写真を撮ることができるよ。何残ったかわからん。超むずいぞ、これ。何これ。君によって編集済み。意味がわからん。これでいいのか？おっつ、あの本棚完成しました。マジで？早いですね。家もなるべく片付けたつもりなんで、どこかに適当なことに配置してもらえませんか？ありがとうです。それぐらい自分でやれやな、お前な。何ももらった時から何も完成してねえけどな。まあ、ここでいっか、本棚。この辺で。OK。私の本棚配置してくれましたか？はい。すごい。これで心の同士、重責が一つなくなりました。いや、マジで自分自身に試練を課すのは悲劇しか生みませんね。私の本棚を蘇らせてくれて、ノッツオには大感謝です。まあ、何もやってない、何も変わってねえんだけどな。ははは。奴は自分が持ってた頃と、あれ、変わってると思ってるだろうけど。いや。今まで飲んだジュースの中で一番変なのって何ですかね。私は、おしるこソーダゼリーですね。俺と喋ってんだろ、こいつ、お前。あ、いいですよ。ついてきて、何すんの？なんか笑ってる。何？ついてくんだ、これ。あれ？こんなできてたっけ？あ、できてる。カットもできんの？ダーリン。なんかダーリンなんだよな。さあ、ということで、今回ここまでにしよっか。鉱山ね、最下層まで行くのは次にしましょう。鋼の鶴橋を作って、奥に、潜りたいなって思います。それはまあ次の日にすれば、多分この銅鉱石が取れる分、まあ銅鉱石っていうか、まあ銅を作れる分の銅鉱石が取れると思うんで、まあ6個ね。6個。まあ、今日と昨日で合わせてるから、もしかしたら2日がかりで取んないといけないかもしれないけど、まあ、取れると思うんで、まあ、鋼の鶴橋作って、下まで行きたいなと思います。今回結構、取ったね。鉄鉱石とかなんとかね。あと、この採掘ランタンを作んねえと、まあ、先には進めないということなんで、この石炭がマジで重要になってくんな。はい。ということで、今回はここまでにしたいなというふうに思います。チャンネル登録と高評価お願いします。よいしょ。